見てて僕、ありがとうございます。もし使えなければよしこちゃんのことを、はい、よしこって言いたいんですけど。いいですよ、いいですよ別に。じゃあちょっと呼ばせていただきます。あ、緊張する。よしこ、サンをつけろよデコつけ野郎。うざー、え、大丈夫そうですか。今日の企画はいやいやよゲーム。パグパグパグ。いやいやよゲーム知ってますか。知らない。知らないよね。知らないよね。知らない。こんな丸々は嫌だ、いやいやよみたいな感じで、こうやってくんすね。まあ、そんな感じっすよ。なるほど、わかりやすい。超わかりやすい。それではいきますよ。嫌だから、せーの、こんな YouTuber は嫌だ、いやいやよ、なんかめっちゃキモい。いやいやよ。マジかこいつ。なんか脇からベタベタ。鼻からベタベタ。いやいやよ。サムネがいつも釣りサムネなのにいないよ。本気でクソつまらん。お前勝った今。いやですね。こんな男は嫌だ。あるぞこれ。お化けもめちゃめちゃありますよ。モテにモテてきた女ですから。よし行くぞ。僕、仕事したくないんだよねって言いながら泣く男。うわー、やばい、やばいよ。でもちょっと可愛いね。え、聞かれたことある。大変なんだからね、こっちは。大変なんだからね。実は実は100% 実話でお届けします。うわー、そん時よしこなんて言った。わかった、じゃあその分私頑張って働くから。ちゃんと頑張って。ダメ人間製造機だったんですね。え、もしかしてゴミ収集車。どっちかっていうと製造する方です。はい、いやいやよ。足の爪に入ってる赤を匂わせてくる。キモ。うちのパパ。いやいや。俺、キャバクラとか風俗行ったことないんだよね。え、それ何自慢。確かにな。ダサい。だから何？なんて？いや、だから何？チャカラダニーに。いやよ。俺玄関には絶対仏像置きたいから、絶対に仏像置きたいから。サボテン？ダメだよ。仏像置きたいから。いやよ。ちょっと待って、よしこちゃんの過去が気になる。怖い。いやよ。鼻クソが就職。希望。何？いや、こんな人いたら嫌だなって純粋な私の。確かにこんな人いたら嫌だね。このゲーム、そういうゲームだろ。いや、確かにごめん、そうだった、そうだった。実話の話するとこじゃなかったよね。え、焦った。次、行きますか。行きましょう。こんな女は嫌だ。行くぞ。はい。こんな女は嫌だ。いやよ。ふん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 、若い。何、若いって何？え、若い女が嫌いなんじゃ。いや、嫌だよ。まだ14でしょ。え、はい、いやよ。私、こういうタイプじゃないですか。いや、知らねえよ。いやよ。あー、このお菓子まずかったんだよね。いる？っていう女。確かにごめんね。確かにそれめっちゃ言うわ。だけだぞ。出た。ごめんなさい。